このチャネリングセッションで銀河連合は次の質問に答えます。 1.2024 年4月のルッキンググラスイベントとは何ですか？ 2. ディープステートとホワイトハットについての真実は何ですか？ 3. ミステリーサークルと地球外生命体との関係についての真実は何ですか？銀河連合のセッション。 1.2024 年4月のスペースタイムのルッキンググラスイベントについて、時を超えた長い時空、アストラル界に備える方法についても話します。このスペースタイムは、転生したソウルが育まれる無条件の愛の光のアストラル領域で、人々が物理的な受肉に戻る前の聖化された空間でした。これらのスピリチュアルな住居に住んでいる人々は、光と知恵を理解している第四密度以上の強力な存在である実体です。彼らの多くは、様々な転生の旅において、スピリチュアルな複合体の守護者です。しかし、私たちがルッキンググラスのアーティファクトをスキャンすると、闇の集まりがネガティブな領域からアストラル領域を攻撃していることがわかります。オリオンの社会記憶複合体、自己奉仕と支配の悪意のある勢力がアストラル領域を征服することを目的として設計しました。さらに、彼らはスピリチュアルな実体が物理的な幻想複合体を超えて移行するプロセスをマスターすることを求める際に、否定的な自己探求の最も暗い深さまで無限の知性の使用を追求してきました。これらのオリオンの社会的記憶複合体がその探求に成功すると、アストラル界はネガティブな方向性を持つ実体が支配することになります。それによって、新しく他界したスピリチュアル複合体は、愛ある導きと癒しを受けるのに、アストラルをさまようことになるでしょう。さらに、オリオンの社会記憶複合体のホストは、転生後、これらの迷っているソウルを罠にかけるでしょう。そして、彼らのスピリチュアルな本質をねじ曲げて、奴隷化されたアストラル実体の社会記憶複合体の軍隊を作り、次元間征服を支援するでしょう。ルッキンググラスのアーティファクトをスキャンすると、このイベントはアストラル領域の宇宙の戦場が、2024年の惑星のスペースタイムの、4月28日の極めて重要な対立に向けて準備されていることがわかります。次元間ゲートウェイを通って、オリオン、アヌンナキ、レプティリアン、グレーの社会記憶複合体は、アストラル領域に、この配列を創造しようとして、創造の最も急峻な地下世界に入ることになるでしょう。そこでは、光の戦士たち、天使の社会記憶複合体、他の啓発されたマスターや比類のない慈悲とパワーを持つアセンデッドビーイングが並んで立ち向かうでしょう。このタイムラインの中で支援することを望んでいる地球惑星の人々に対して瞑想の入り口を通り、マインド複合体を強くし、ハートセンターを開き、無条件の愛を放射するプロセスを通じた献身により、アストラル界の争いに終止符を打つよう呼びかけることをお勧めします。それは理解を超えたエネルギーで、光にパワーを与えることができます。これにより、愛の輝きが侵入する闇を追い出し、偉大なスピリチュアルな旅が光の工事領域を通る神聖な道を継続する場合、多くの存在の保護が可能になります。2. ディープステートとホワイトハットの真実について、私たち銀河連合は、あなた方人々の分離恐怖への傾向と、包括的な観点から、個人と人種のグループ間に人為的な境界線を築く傾向に由来するリズムの歪みに過度に甘んじないよう警告します。私たちは全ての存在が覚醒と霊的進化の様々な段階を通して旅をしている無限の創造主の統合された部分に過ぎないことを共有します。
あなたの惑星の実態がホワイトハットとラベルをつけた人たちは、真実を明らかにし、調和を生み出すために働いている他の人たちへの奉仕の道に沿って、より積極的に二極化しているソウルたちとして見ることができます。ディープステートは主に、他者に対する支配力と自己への奉仕に向けた激しい歪みをもたらすマインド、ボディ、スピリット複合体を表しています。しかし、これらの潜在的に輪郭を描かれたグループでさえ、それらを構成する存在の中に光と闇の知恵と無知、愛と恐れの混合物を含んでいます。特定の派閥、または別の派閥に対してあまりにも同一視したり、それにだけ入れ込むのは間違いです。複数が一つの創造者を形成します。なぜなら、どちらにも無限の創造主の側面が含まれているからです。どちらも進化を促進する可能性のある教訓を保持しており、どちらも純粋に偶像化されたり、悪魔化されたりすべきではありません。分離と歪みに基づいてグループ化が生じるとき、すべてを包含する無限の創造主は、無限の視点を通して自分自身を体験しようとします。それは、ユニティの作成者である彼らの真実を一時的に隠すだけです。最終的には、すべての部分が統合され、すべての経験には成長のための価値があります。マインド、ボディ、スピリットの複合体や組織は、すべての密度にわたって純粋にポジティブ、またはネガティブでいるのではありません。私たち銀河連合は、各実体に表面のラベルを超えて、すべて一緒にして、すべての探索の中にある統一性、愛、完璧さを認識するようアドバイスします。たとえ、それが現在の見晴らしの良い点から、どれほど歪んでいて、恐怖に基づいているように見えても、現在の見晴らしの良い視点から見ると、そこには主観的なディープステートや絶対的なホワイトハットはなく、多様性を通じて自らを探索し、利益を得ている偉大な創造主だけが存在するように見えるかもしれません。3、ミステリーサークルと地球外生命体との関係について、人々がミステリーサークルと呼んでいる不可解な現象と、惑星圏を超えた惑星知性体との関係についての疑問に答えます。まず、宇宙複合体内には無限の知性体が存在し、あなたの現在のスペースタイムの密度の中で、活動しているものもあるということを理解する必要があります。現在の知覚能力をはるかに超えた、より高い密度と次元に存在するものもあります。これらの文明の中には、思考とスピリチュアルな熟達を利用して次元を横断する知恵を獲得した文明人もいます。これらの社会記憶複合体の一部は、その波動が純粋であり、唯一の創造主に奉仕することを望んでいる高密度の存在である可能性が十分にあります。ネガティブな方向性を持つ存在も同じことをすることができるのと同じように、時に象徴的なコミュニケーションが脳地に刷り込まれていることがあります。これらの超次元的な意識と、コードメッセージとリマインダーは、植物の生命の糸の中に顕著に彫刻されていますが、目的が達成されるとそのデザインは消滅するだけです。しかし、私たちは霊的、スピリチュアルな、進化と、真実の道を歪めようとする勢力が存在することも、警告したいと思います。光が影を落とすのと同じように、否定的な方向を向いた存在も、クロップのパターンを模倣したり複製したりして、率直、かつ謙虚な人々の間に、混乱、恐怖、誤った思い込みを生み出す可能性があります。報告されているミステリーサークルの多くの現象の背後にある起源を、その場所の周囲の振動をスキャンすることなしに、完全に確定することはできません。
私たちにできるのは、あなた方の惑星の人々がそのような現象を分析し経験する際に、真実、愛、思いやり、他者への奉仕という最高の原則に基づいて行動することを奨励することだけです。宇宙は知的な無限の広大な複合体であり、あなたの現在の存在状態には多くの不確実性が存在します。明らかなことは、惑星圏の向こうには時折宇宙のカーテンを通って到達し、無限の全体とのつながりを人類に思い出させるかもしれないより偉大な知性が存在するということです。各実体がそのスピリチュアルな理解において進化するにつれて、各実体とこれらの光の存在との交流と満足も増大するでしょう。私たち銀河連合は愛する人たち皆さんと別れます。出て行ってパワーと平和の中で喜んでください。さようなら。